私たちお似合いの恋人と呼ばれてたんよ。二人して夢一つ見つめ心つないでたんよ。過ぎ去って行く季節、叶わんのが夢なんやと繰り返し教えても諦めんかったわ。嘘やない、私女やから、いつまでも待とうと決めてたんや。いかんのんか、いかんのんか、恋人のままじゃいかんのか。あの人の歌聞いた人みんな涙流してくれるまで。それやのに父さんはあの人をうちに呼びつけて、長すぎる春はいつ終わりにするんか責めよった。稽古はもう若くない、本当にこの子が好きなら売れん歌諦めてまともな仕事をしたらどうや。嫌な実は稽古にな、縁談話が来てるんや。すまんけど、すまんけど、この子と別れてほしいんや。父さん両手畳につけて頭下げたまま泣きやがった。泣いていた、私もややと泣いた。唇を噛みしめてあの人も背中で泣いていた。家を捨てて親も捨ててついて行こうと決めてたんよ。それやのにあの人は黙ってこの街を出て行った。私あの人の子供、本当は
言えんかった言えんかった苦しませるのが辛いから悲しいくらい夢を追いかけて他に何も見えへん人やったあの人のコンサート今夜この街でありますと買い物の帰り道白い車が教えていた